まあ、内容としては良くなかったですけど、今日、まあ、いいレッスンになったと思うんで、このままだと、B1 昇格できないと思うし、次の福島にも勝てないと思うし、それは選手たちがよく分かってくれてると思うんで、まあ、オフェンスもディフェンスも、まあ、特にディフェンス、しっかり一個一個丁寧に自分たちが大事にしていることをやってほしいなと思います。以上です。